こんばんは、実はねくらです。今回はミュゼショッピングでの約2万円分の購入品を紹介したいと思います。ちなみに今回の購入品は全部以前光脱毛器を買った時にもらったポイントで購入しました。なので今回実質お金は発生していません。それではスタート。ではまずはじめにコスメを紹介していきます。といっても今回は一つだけなんですけれども、ディオールのアディクトリップマキシマイザーの007番です。こんな感じのカラーですね。かわいい。おお、めっちゃ可愛い色ですね。ちょっと手に塗ってみましょう。おお、めっちゃ好きな感じの色です。めっちゃ可愛い透け感もあって。次はドラッグストア系というか、そういう日用品系を紹介していきます。モッチスキン吸着泡洗顔いちごバージョンです。私モッチスキンは結構何個か使ったことあって、普通バージョンもありますし、なんか炭っぽいやつもありますし、あともう一個桜バージョン、春の限定版でしたかね、も使ったことあります。私的にすっごく毛穴に効くとか効果はあんまり実感できてないんですけど、使い心地というかワンプッシュで泡で出てくるのが時短でいいなと思って使ってます。特に朝に私は使ってますね。朝はやっぱ時間との勝負じゃないですか。なので朝は結構モチスキン使ってます。で今回いちごと確かメロンと何だったかな、もう一個なんかあったと思うんですけど、今回私はイチゴを選んでみました。栃木県産とちおとめ使用、すごい使うの楽しみです。次がルベルイオクレンジングクリアメントです。こちらシャンプーですね。確かこのシャンプーなんかすごいいいっていうのを昔誰か友達かなに聞いたことがあって、たまたまミュゼショッピングで取り扱いがあったので買ってみました。サラサラになったらいいな。で続いても髪の毛系の商品で、じゃん、ルシードエルオイルトリートメント EX ヘアオイルです。これずっと前に実は使ったことあったんですけど、なんか全然良かったか悪かったか、いや悪かった記憶はないんですけど、めっちゃ良かったかどうかとかも覚えてないんですけど、なんかのランキングでこれ上位に入ってたような気がします。アットコスメ第2位になってますね。これを見たのかな、ちょっと私が何のランキングを見たのか覚えてないんですけど、とりあえずなんかいいっていう評判を聞いたので今回これも頼んでみました。ちょうどヘアオイル今なくなりそうだったので使うの楽しみ。次がじゃん、 PH ジャパンフェミニンウォッシュシャワースプラッシュの香りです。さっぱりした石鹸の香りって書いてありますね。こちらも実はもう何本も使ってるリピ商品で、私的にこのフェミニンウォッシュの中だとシャワースプラッシュ石鹸の香りが一番好きでした。多分全種類使ったことあるんですけど、ピンクのやつもまあまあ好きだったかな。なんかどの色だったかな、紫かなんかが私的にちょっとあんまり好きじゃない香りだった気がします。多分でこの石鹸ともう一個ピンクが割と好きなので、どっちかを買ってる感じです。今ちょっとたまたま違うやつ使ってるんですけど、それがなくなったらこれ使っていこうと思います。これはデリケートゾーン用のソープですね。なんかあまり私の友達とかデリケートゾーン洗う時も普通のボディーソープで洗ってる子とかも多いんですけど、やっぱりこれで洗った方がいいと思います。私的にこれを使い始めてから匂いとかも気にならなくなりましたし、あと逆にこれを使い始めた後にちょっとボディーソープでデリケートゾーン洗ってみたら刺激が強いような気がしたりだとかしました。あと生理の時もやっぱり匂いがちょっと減ったかなって私的に思いました。デリケートゾーン用のソープ使うことをおすすめします。次は日焼け系のグッズ紹介します。一つ目がこちら、サンカットプロテクト UV スプレー 60g です。こんな商品もミュゼショッピングで扱ってるなんて知らなかったのでめっちゃびっくりしました。嬉しいです。普通に使えますし、私普段からめちゃくちゃ日焼け止め女なので、もうスプレーも普通の塗る日焼け止めとかも特に春から夏にかけても何本も何本も買うので、今回これがミュゼのポイントで買えるっていうのはすごい嬉しかったです。 90g のやつがちょうど売り切れだったんですけど、この間見たら復活してたので次は 90g も買いたいなと思いました。ちなみに私はこのスプレーをいつも頭とかあと耳とかそういうちょっと塗りにくいところに使ってます。もう一つの日焼け対策グッズがこちらです。女の欲望アームカバーです。つけるとこんな風になるそうです。指を通すタイプですね。でこれクール&UV ということで、接触冷感ってすごい助かりますよね。私いつも車運転するときとかこういうのつけてるんですけど、今使ってるやつ若干穴開いちゃってるので恥ずかしかったんですよ使うの。なので今回ミュゼショッピングでこれ見つけたので頼んでみました。いや、ミュゼショッピングってこんなになんかいろんなもの売ってるって知らなかったんで、すごい商品の幅広いですね。びっくりしました。最後にミュゼコスメの購入品を紹介します。ミュゼコスメ一つ目はこちら、2020年夏限定薬用スムーススキンコントロールミルクローションモイストプラスの
フレッシュアップルの香りです。まだ匂い嗅いでないんですけど、すごい良さそうじゃないですか。私モイストプラスのいつもシトラルフルーツ好きなんですけど、アップルも出たということで頼んでみました。デザインも可愛いですね。こんにちは、未来の実はネクラです。動画撮影をした数日後に今まで使用していたボディクリームがなくなったので、こちらのボディクリーム開封してみました。早速手に出してみます。ちょっとにしときましょう。あ、いい匂いします。こちらモイストプラスのタイプなので、ノーマルタイプよりもすごいこっくりした質感ですね。匂いは思っていたよりもなんか甘すぎない感じで、私は好きですね。このフレッシュアップルっていう名前の通り、すごい爽やかな感じの匂いです。よくあるなんかリンゴ系の匂いの商品のあの甘ったるい感じの匂いじゃなくて、なんて言うんだろう、もう素材に近いというか、本当になんか自然な感じの匂いというか、ナチュラルで爽やかな感じの匂いがします。ちょっと説明下手ですいません。モイストプラスはあの普段は無香料とシトラルフローラルしかないので、こうやって期間限定ですけど違う匂い出るっていうのすごい嬉しいですよね。ぜひアップル以外もなんか限定でもいいので出してほしいです。以上、未来の実はネクラでした。ミゼコスメ2つ目はミゼコスメホワイトミルクです。こちら乳液ですね。美白系の乳液らしいです。この間キャンプの持ち物の動画を上げたと思うんですけど、暑くてめちゃくちゃ汗かいたんで日焼け止め流れちゃって、顔が特に日焼けしちゃったので、ちょっとこのホワイトミルク頼んでみました。化粧水はちょっとまだ使ってるやつがたっぷり残ってるので、とりあえず乳液を頼みました。どうなんだろう、使うの楽しみです。透き通るような明るい肌へ導く美白乳液、皮脂のバランスを整え肌をふっくら保湿します。箱を開けてみるとこんな感じです。なんかすごいスタイリッシュな感じですね。おー、ポンプ式なんですね。もう未来の実はネクラは出てこないと思っていた方、再びこんにちは。こちらのホワイトミルクを手に出す動画を撮りたいなと思って再び未来から登場しました。では手に出してみます。よいしょ。あ、すごいサラッとしてますね。いいな、伸びもいいです。個人的にはあまり固めのテクスチャーの乳液より、こういう伸びがいいテクスチャーのやつの方がすぐ顔全体に広がって楽なので好きですね。匂いはオーガニック系のボディクリームとかによくありそうな匂いがします。でも別に臭くないので全然ありですね。それでは今度こそ未来の実はネクラ退散します。まだ少し動画が続くのでぜひ最後まで見てください。さらばだ。メゼコスメ3つ目はデリケートエチケットシートです。これも初めて買ったんですけど、デリケート用のエチケットシートで、プラセンタエキス、ヒアルロン酸、大豆種子エキス配合らしいです。多分これ普段使うことはないんですけど、例えば生理で外出中の時とか、あと今は行けないと思うんですけど、海外旅行行く時とかこういうのよく持ってってて、そういう時に使おうかなと思います。まあ行けるかわからないんですけど、海外ってそのウォシュレットがないトイレも多いですし、なんなら紙がないところとかもあったりするじゃないですか。なので海外旅行の時は流せるティッシュ、柔らかいティッシュとともにいつもこういうのを持ち歩いてます。これもどんな使い心地なんだろう、楽しみです。デリケートな肌の汚れが気になる時や不快な時、お風呂やシャワーのない外出先などでご使用ください。いいですね。例えばキャンプでコロナ怖いからお風呂やめとこうってなった時とかも、あのこの間紹介したお風呂、何でしたっけ、お風呂シートみたいなやつで体を拭いて、あれでデリケートゾーン拭くの、やっぱちょっと私的に抵抗あるので、デリケートゾーンだけこれで拭くとか、そういう使い方もできますよね。便利です。10枚入りです。そして最後が SSC エピホットスキンケアプロローションです。見覚えある方も多いと思うんですけど、あの光脱毛期の時に吹きかけるローションですね。これ今使ってるやつなんですけど、多分重さ的に半分以下になっちゃってるので予備で頼みました。私がかけすぎなのかどうかわからないんですけど、レベル5で肌に当てるときにこれがちゃんとかかってないといてってなる時があるので、最近結構たっぷりかけるようにしてるんですよ。なので減りが早いのかもしれないんですけど、一応ストックとして頼みました。今回の購入品は以上で終わりです。多分11個ですかね、ミゼポイントで頼んでみました。これ全部タダってちょっと嬉しいですね。一応これで2万ポイント分ぐらい使っちゃったので、あと約5万円分のポイントが残ってるので、また何か購入したいなって思ってます。そして今回買ったものの中でこれがおすすめとかそういうものがあったら、おすすめ商品的な動画で紹介したいなと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。バイバーイ。